1619年のポーランド・リトアニア共和国、ロコシュは、ポーランド語でゴーソを意味する。この言葉はハンガリー語で、集会を表す、言葉のラーコシュが起源である、外来語である。14世紀から18世紀まで存在した、ポーランド・リトアニア共和国では、 黄金の自由と呼ばれた貴族民主主義の政治システムの体制下での間で利害の対立が深刻化した際にしばしば大規模な豪尊が発生した。17世紀に入ってヨーロッパで穀物価格が大きく下がると穀物が重要な輸出品であったポーランドの国内で社会の各階層同士の利害対立が広まり露骨の規模が大きくなった。1606年には ミコ・アイ・ゼブジドフスキをリーダーとしたカトリックとプロテスタントの両派からなる有力貴族たちのグループが民主主義を廃止して絶対主義を確立しようと格索する国王ジグムント三世とそれを後押しするイエズス会に対して黄金の自由と宗教的寛容の二つを求めて大規模なロコシュを起こした。ロコシュは当時のポーランドではヘンリク上皇や パクタコンベンタにより法的に明確に定められた権利で、すべてのシュラフタにその権利が認められており、ゴーソが鎮圧されても首謀者はゴーソそのものの行為では、罪に問われない。実際に、上記のゼブジドフスキの欄でも、反逆罪は適用されなかった。フメリニツキーの欄でも、フメリニツキーは、ワルシャワの中央政府で正式に登録されたコサックで、シュラフタであったかどうかは、 議論があるところではあるが、登録コサックであれば少なくともシュラフタに準ずる存在とはみなされており、本人も反乱の際にポーランド国王の慈悲を仰ぐ二式のお旗を立てることで、これはポーランド国家そのものに対する反逆行為ではなく、露骨ュであることを暗にアピールしている。ありがとうございます。